どうもアニメ論争ではご覧の皆様こんにちは、こんばんは、ミルバケソタヨさんです。はい、というわけで今回はですね、韓国で人気のポッピングゴマってご存知ですか？ですかあのつぶつぶのねなんかつぶつぶのがあるらしいんですよ。今回はそれをね作っていこうと思います。では材料はこちら。はい、つかめる不思議玉、はい、10袋ということでね、こちらでポッピングボバっぽいものを作っていこうと思います。はい、では早速レッツゴー。はい、ではこちらですね、はい、10袋ずつねありますけれども、はい、ご用意いたしました。はい、ではまずどうするんだ。まずはですね、本来だったら、はい、このトレーのマークがついているケース3個に、線、うっすら線があります。はい、そこまで水を入れる、はい、書いてあるのでこれをかける10やります。はい、はい、で皆さんじゃあこっちのソーダを開けます。はい、じゃあミルバケストはこのぶどう玉作っていきたいと思います。はい、じゃあ混ぜ終わりました。はい、でさらに、あ、そうだ、こっちもやらないといけないですね。はい、こっちはマスカットジュースを作っていくんだよね。はい、量が多いぜ。わー、白いもやが飛んでるのがわかる。混ぜ終わりました、はい、でここからですよ、はい、さっき作ったこのポッピングボバ用の液を、はい、注射器で吸って、で、あのてん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 って落としていけばポッピングボバっぽくなるんじゃないかと。なるほど、はい、いうことでやっていこうと思います。はい、いきますよ、せーの、よいしょー。下がダーマになってるんだ、これ。下がダーマになってる、ダーマになってる。こんな感じで注射器に入れます。もうポタポタなってます、はい、でこれを落としていきたいと思います。やっていこう。はい、ではレッツゴー。ポタ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 。わー、すごい、超綺麗。いや、こんな感じでね、つぶつぶをやり終わったんですけれども、はい、じゃあとりあえず、作って入れていくか。これでよいしょ。おー、ちゃんとつぶつぶになってる。見えるかな。こんな感じでちゃんとつぶつぶになってますね。おー、よし、じゃあこれをね入れていきましょう。はい、おい、ということで完成しました。自作ポッピングボバ、すごい綺麗。結構綺麗にできたんじゃないかな。はい、というわけで出来上がりましたので早速食べてみようと思います。いただきます。いただきます。ソーダ味か。綺麗。ちゃんとさ、全部バラバラにさ、プルプルになってるのよ。綺麗です。ソーダの匂い。でもマスカットに使ってたからマスカットソーダっぽいだね。いい匂い。はい。どう？ポッピングボバになってる？おいおい。おいおい。うまくいったみたい。じゃあ私もいただきたいと思います。面白い。いくらいくら、プチプチするね、楽しい。あ、美味しい、これはこれで美味しいよね。さすがクラシエさん、作りたてのやつは噛むとプチュってちょっとだけジュースが出てくるというか、もうあの先の方に作ったやつは完全に固まってゼリーになってるんだけど、これのやつが本当にちょうどいい、ささっと作るとね、ポッピングボバ、ボバのボバみたいな、ポッピングボバみたいになってるんじゃないでしょうか。はい、ということで噛める水のゼリー、はい、で、ポッピングボバを作ってみました。はい、結構ね、あの
プチュ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 ってやるのが大変だったんだけど、腕が結構しんどいね。10袋だったからね。量が多かったからなんですけど、まあ1袋ぐらいだったら簡単に作れるんじゃないかなと思いますので、もしよろしければ皆さんぜひぜひ作ってみてはいかがでしょうか。美味しいよ。美味しかったです、うん、ということで、はい、ポッピングママって何、楽しそう、美味しそうって思った人はぜひぜひグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。またゲーム実況チャンネルもやってますので、そちらも登録をよろしくお願いいたします。というわけで、ミルマキッサとヨさんでした。はい、ではまたね。アデュー。知りおきよアニメ論争だ、お願いします、チャンネル。